はい、改めまして皆さんおはようございます。今日のオンラインワークショップへようこそ。今日はキャッシュについて知ろう、ワードプレスサイトのキャッシュ設定。ちょっとテクニカルな内容なんですけれども、多分ワードプレスサイトを運営している中でキャッシュという単語は出てくるので、一旦、改めてキャッシュは何なのか、ちょっと仕組みを理解して、そしてそのキャッシュ設定で考えるべきこと、またどういうプラグインがあるかというのを、ちょっと説明できたらいいなと思っています。はい、で改めまして私ベンと言います。こちらに、Twitter とまた、個人ブログのリンクもあるので、ぜひ、見てみてください。2014年からワードプレスユーザーです。9年目になりますけれども、今年はワードプレスのトレーニングチームというチームの代表に選ばれましたので、こういうオンラインワークショップをはじめ、いろいろな公式学習教材の作成をされている方々を、率いているというか、導いているというか、そういうことを行わせていただいています。個人的に、こう何か教えたり共有したりしているときに、誰かがなるほどと理解する瞬間が好きですので、皆さんも、このワークショップの中で、あ、なるほどということがありましたら、ぜひ、ズームのチャットなどにそれを入れていただければ、私もそれをエネルギーにして、頑張っていこうと思います。はい、このオンラインワークショップとは、何かということなんですけれども、これは、ワードプレスの、トレーニングチームが、ワードプレスプロジェクトの公式イベントとして行っているものです。コンセプトは、共に学ぶ場というもので、私の方で今回ネタを用意してはいるんですけれども、正直全部を知っているわけではないので、皆さんの経験とか知識もお互いに共有していって、私も皆さんから学べたらいいし、皆さんもお互いに質問に答えたり、お互いに学ぶことができたらいいなと思っています。質問はいつでも OK です。音声でも、ズームチャットでも、尋ねてください。そして質問に答えるのも誰でも OK です。別に私である必要はないので、他の方のズームチャットの質問にお互い答えて OK です。そして内容は録画されて、後日、wordpress.tv にアップされますので、差し支えない方はカメラつけてくださって全然大丈夫ですし、ちょっと遠慮したいなという方は、ズームチャットとかで積極的に参加していただけたらと思います。オンラインワークショップの他に、ワードプレスプロジェクトは、オンラインのコースとか、5分から10分くらいの短いチュートリアルビデオなど、さまざまな教育教材を、作成してますので、ぜひ、この learn.wordpress.org というこのサイトを、活用していただけたらと思います。そういえばですね、今日のスライドを用意してますので、皆さんと URL を共有したいと思います。これから Zoom のチャットに入れます。これでいけるかな？これで大丈夫なのかな？はい、問題があったら教えてください。さてさて、今日始めるにあたって皆さんに一つお尋ねします。今日は実は2つ質問を用意しているので、まず1問目。キャッシュの仕組みについてどれくらい知っていますか？1から5の5段階評価で皆さん、ズームチャットの方に入れてほしいんですけれども、1は、今日初めてキャッシュというものを聞きますという本当に初心者の方。そして5は、バッチリです、分かってます、むしろ私の情報も今日皆さんと共有しに来ましたくらい、ご存知の方。1から5で言うと、皆さんご自分は何番くらいだと思いますか？3、2、3。3、2、3、2、2。いいですね。私も正直3くらいだと思います。仕組みとか、その理屈というのは、割と分かっていると思っているんですけれども、実際の世界でその運用するっていうこと、そういう経験がちょっと足りないので、もしそういうお話も皆さんあれば。お、三沢さん5番。さすがです。
じゃあもう、質問は全部、三沢さんに皆さん、今日まで聞きますよ。ぜひ教えてください。はい。で、今日2つ目の質問なんですけど、ご自身のサイトでキャッシュ設定をしていますか？皆さんブログとか、何かこう会社のサイトとか、ご自分のサイトを持っているとして、キャッシュ設定をこう意識してされたことがありますか？で、もししているならば、簡単にどういう設定をしているか、あるいは心がけているか、そういったことをちょっとチャットの方に入れてもらえたらと思います。ご自身のサイトでキャッシュ設定をしていますか？はい、かおりさん、していません。三宅さん、していません。沢さんはしています。経験後の三沢さんがどういう設定をされているのか、ぜひ聞きたいなと思うんですけれども。石原さん、一部でプラグインを入れています。でもデフォルト設定です。関根さん、ページキャッシュのみ。ヘルスチェックで入れるように言われるため。なるほど。ページキャッシュっていう単語が出ましたね。デインさん、基本的には自分ではしていません。はい。私は今まで、wordpress.com っていう、ホスティングサービスを結構使っていて、そこはもうデフォルトで、レンタルサーバー側がキャッシュ設定をいろいろしてるんですね。なので、結構意識してなかったというか、任せてたところがあって、最近、桜サーバーの方で、一つ自分の、ブログを立ち上げて、今回はあえて、その、レンタルサーバー側の設定はあまり使わずに、自分でプラグインとか入れて、ちょっと勉強してみよう、研究してみようっていう感じで、あえてちょっといろいろ設定をいじっていますので、私もまだまだ卵なんですけど、キャッシュ設定勉強中という感じです。はい。ありがとうございます。では、いよいよ今日の内容に入っていこうと思うんですけれども 今日の内容、キャッシュについて知ろう。まず、そもそもキャッシュとは何か。それから、さっきページキャッシュっていう単語が出たんですけど、キャッシュっていろいろ種類があるんですね。なので、そのどういう種類があるか。その次、キャッシュ設定の注意点。こういうことを気をつけましょうということを話して、最後に、ワードプレイスのキャッシュをプラグイン。いくつか、今日もテストサイトにインストールはしているので、その設定画面を、皆さんと一緒に見ていこうかなと思っています。はい。始める前に質問とか大丈夫でしたか？大丈夫そうですね。では、いざ行きましょう。まず、キャッシュとは何ですかと。で、多分、日常生活でキャッシュというと、私すぎ、クレジットカードのカードローンとか、ああいうキャッシングをどうしても想像しちゃうんですよね。あれは英語だと CASH というスペルで、今日見ていくのは、CADHE という、英語だとスペルが全然違うんですけど、キャッシュ。で、キャッシュとは、IT の世界でよく使われる単語なんですけど、語源をたどると、別に IT に限った単語ではないです。キャッシングというその動作は、何か資源を将来またアクセスしやすいように保管することを、英語ではキャッシングと言います。何か資源を将来またアクセスしやすいように保管すること。で、キャッシュというのは、その資源の保管場所ということになります。で、ちょっとこれだと曖昧なので、例えとして、皆さん、卵を想像してください。ね、皆さん朝起きて、卵焼きじゃないですね、これ、目玉焼きを食べようと思ったときに、お庭の鶏のところまで行って、卵を拾って焼く人は多分珍しいと思います。多分多くの方は、冷蔵庫を開けて、冷蔵庫の中から卵を取り出すんですね。で、冷蔵庫はこの場合一つのキャッシュなんです。後から卵をこうアクセスしやすいように、事前に皆さん買ってきて、一旦冷蔵庫に保管して、そして冷蔵庫から卵が出せるようになると。で、だから冷蔵庫は一つのキャッシュです。で、皆さん冷蔵庫の卵をどこから持ってくるかというと、多分多くの方はスーパーなんですね。スーパーも一つのキャッシュなんです。
スーパーもわざわざ私たちがその農場まで行って買わなくていいように利便性の高いところに立っていて、彼らが一旦卵を集めて、そこから私たちがそれを冷蔵庫に持ってきて、そしてそれで料理をすると。なので、まあ、この一つ卵の例をとっても、冷蔵庫、それからスーパーというふうに、二つのキャッシュがすでにその資源の発生元と利用する私たちの間に入っているわけです。で、似たようなことがコンピューターの世界でも起きているんです。サーバーで、まあサーバーにそのホームページのデータがあるんですけれども、実際に私たちの画面に表示させる間に何箇所かでそのデータが、保管、一時的に保管されていて、それぞれをキャッシュと言います。で、保管場所が違ったり、保管している内容が違うので、それが、まあ、いろいろなキャッシュの種類ということになっているわけです。はい。で、この卵の例え、私が考えたものではありません。これは別の方から聞いたんですけど、すごいわかりやすいなと思って、ぜひ皆さんとも共有しようと思いました。とりあえず、このキャッシュとは何かという、この説明は大丈夫でしょうか？はい。で、デニーさん、わかりやすい。ありがとうございます。で、キャッシュには必ずそのキャッシュ無効化という操作がくっついてきます。で、つまりそのキャッシュに保管している資源を消去することです。一時的に保存はしてたんだけど、それを消去する。で、これをキャッシュのクリアとかとも言います。で、またその卵の例を出しますと、大体卵には、日本の場合、消費期限っていうのが印字されてるんですね。なんで皆さん、その一時的に冷蔵庫に保管はするんですけど、まあ何かの事情で卵が古くなった場合には、その卵を捨ててしまいます。で、そこに印字されている消費期限っていうのが、ある意味キャッシュの期限なんですね。で、この期限を過ぎた場合は、キャッシュをクリアしてくださいってことを、私たちはもうすでにやってるんです、生活の中で。で、コンピューターの世界も一緒です。キャッシュには期限がついていて、その期限が到達すると、キャッシュをまあクリアする、消去して、もう一度、遡ったところから持ってくるということが行われています。で、まあ、その期限が、長いとか短いとか、いろいろ設定できるんですね。で、それはそれぞれのサイトに合わせて設定するので、後でもう少し、説明しようと思います。はい。で、まあ、ちょっとこう、絵にした感じなんですけれども、左側で皆さんが、こう、何かブラウザで閲覧をしているときに、サーバーの方にウェブページのリクエストを出します。URL を叩いて、この URL の、ページデータを送ってくださいとリクエストを出します。で、そのリクエストが届いたら、ワードプレスは、PHP 言語とか、そのプログラムが、そこで本来は走り始めるんです。この URL のページを求められたから、じゃあそのページを作成しようと言って PHP が動き始めて、データベースからデータを持ってきて、で、ホームページが、まあ、その HTML 言語を作り上げて、CSS とか JavaScript と一緒にそのデータを皆さんのパソコンまで送り届けます。っていう、こういう流れなんですね。これが、まあ、一瞬のうちに行われるわけなんですけど、この過程、やっぱりいろいろプロセスがあるので時間がかかるんです。なので、様々なところでキャッシングが行われて、少しでもこのプロセスを早くしようということが行われています。そのウェブサーバーの中でもキャッシングは行われますし、皆さんのパソコンの方でもキャッシングは行われますし、もっと言うなら、その送信過程でもキャッシングが行われることがよくあります。なので、もうすでに3種類、4種類、このキャッシングがありそうだなということを、分かってもらえたらいいなと思います。で、ここからは、具体的に、じゃあ、どういうキャッシングが行われているかを見ていこうと思います。はい。キャッシュを利用するメリット、そもそもなんで、そのネットの世界にキャッシュという仕組みがあるかというと、まあ、ただ一つ、サイトの表示を早くするためです。サイト、まあ、その URL を叩いて、
ホームページがそのプログラムを走らせて、ウェブページを作って送り返してきてっていうのが、遅いと皆さん待ってられなくなって別なページに飛んじゃうんですよね。多分皆さんもご自分で何かホームページ開いて、もし2、3秒画面が真っ白で開かなかったら、多分もう諦めて戻って別なホームページを開こうってすると思うんです。私たちのその集中スパンって2、3秒で切れるんですね。なので、まあ、特にその高度なホームページとか、実際その通信とホームページのデータ作成で2、3秒以上かかることも結構あります。なので、そうなってしまうとお客さんがいなくなるので、少しでもその表示を早くするためにキャッシュという仕組みができました。で、まあ、それが一番なんですけど、そこに付随していろんなメリットが出てきます。例えば、サーバー側が、お客さんがアクセスするたびに、PHP を走らせて、ホームページのデータを作っていると、その1回のページが出来上がるまで次のお客さんの対応ができないんですね。なので、そのサーバーの能力って、結構その処理速度にかかってるんです。で、キャッシュの一つに、毎回毎回お客さんがやってきた時にページを作るのではなくて、もう事前にそのアクセスの多いページのデータは作っといて、お客さんがアクセスしたら、わざわざ PHP 走らせないで、保存してたそのデータをすぐ送り返すっていうことが一つあります。キャッシュとして。で、こうすると、サーバーが処理できるそのアクセスの数がどんどん増えるんですね。なので、キャッシュは、皆さんのサイトが多くのトラフィックを処理できることにつながります。まあ、正しくキャッシュを設定すればですね。で、ここに3つ目として、検索エンジン最適化、SEO の向上につながると。まあ、特に最近 Google は、アクセスしてからホームページが表示されるまでの時間を計測して、それで、検索結果のランキングにも影響させているんです。特に3、4秒くらい超えちゃうと、もうガクッと検索結果のランキングが下がってしまいます。ので、やっぱりその表示速度っていうのは SEO 的にも非常に重要なものです。で、最後、まあ、ユーザーの体験が良くなる。正直これが一番かもしれないですね。皆さんせっかく自分のサイトに誰か訪れてくれたときに、いい体験をしてほしいわけですよ。で、早くサクサクといろんな情報が出て進めるのが一番いいので、やっぱり皆さんのお客さんも、いい体験ができる。ということで、まあ、キャッシュには、根本的にはサイトの表示を早くするというメリットなんですけど、そこに付随していろんな、他のメリットも出てきます。はい。三沢さん、コアウェブバイタル。SEO の話ですね。そのウェブサイトの、まあ、健康っていうんですかね。そのウェブページの、どれだけ早く読み込みができるかとか、まあ、その健康を示す指標として、コアウェブバイタルというのがあります。他にもスピード以外にもあるんですけれども、非常に大事です。また、ユーザー体験。これが高速化の最大メリット。付加要素として、SEO 向けとして考えた方が幸せな流かも。そうですね。このスライド、項目の順番入れ替えた方がいいですかね。もう、ここで例えばですけど。そして、こんな感じですかね。やっぱりサクサク皆さんのサイトに来た人が、いろいろ情報が拾えたらいいなと思うと思います。三沢さん、ありがとうございます。一旦これが、キャッシュの概要なんですけど、質問とかなかったでしょうか？はい、デニーさん、ありがとうございます。よくわかりました。よかったです。では、キャッシュの種類に行きましょう。もうすでにいくつかの種類がありそうだなということは説明してるんですけれども、今日は、大きく4つをお話しします。多分、
もっともっとあると思うんです。技術的なものが。ただ、一般ユーザーとして、とりあえずこの4つを押さえておけばいいかなと思うので、これを取り上げます。CDN、コンテンツデリバリーネットワークと、オブジェクトキャッシュ、ページキャッシュ、そしてブラウザキャッシュ。さて、コンテンツデリバリーネットワーク CDN なんですけれども、これは、もうその PHP とかが回り終わって、作成されたウェブページデータ、HTML とか JavaScript とかを、物理的に離れている様々なサーバー上に保存し、いざユーザーがリクエストしたときには、ユーザーに最も近いサーバーからウェブページデータを配信する仕組みです。極端な話、皆さんが、例えば東京のサーバーにご自身のウェブサイトを持っていて、そこに、例えばロンドンの方がアクセスしたときに、ロンドンから東京まで01が飛ばなきゃいけないんですね。今は光通信とかで速くなったとはいえ、やっぱり時間はかかるんですね。長ければ長いほど時間はかかります。なので、そういう方のために、例えばヨーロッパに CDN サーバーっていうのを一つ置いといて、ホームページの PHP とか、本体は東京のままなんですけど、そこで作成した HTML とかウェブページデータを、ヨーロッパの CDN サーバーにも保管しておくと、例えばロンドンの方がアクセスするときには、ヨーロッパのそのサーバーにアクセスすればいいので、より早くデータの配信ができるという仕組みになります。要するに、これは通信時間の節約です。で、これは多分そのさっきの卵の例で言うと、スーパーマーケットに一番近いと思います。農場までわざわざ行くんじゃなくて、農場が、それぞれの住宅地にあるスーパーに一旦卵を置いといて、私たちはそのスーパーにさえ行けば卵が買えるっていう状況ですね。これが CDN になります。正直、CDN を使わない理由はあまりない気がします。有料無料いろんなサービスはあるんですけれども、ご自身のサイトも、特にその世界中からアクセスが来る場合、本当に日本の一部の地域だけならそんなに必要ないかもしれないですけど、世界中からアクセスがある場合は、CDN の利用はぜひ検討した方がいいと思います。はい、関根さんも、なるほど、ありがとうございます。さて、次ですけれども、オブジェクトキャッシュ。で、オブジェクトキャッシュというのは、これはウェブサーバーの中の話です。ウェブサーバーが、PHP を回して、ホームページを立ち上げるときに、データベースを参照したり、何かしら計算をしたりします。で、例えばそのデータベースにデータを取りに行くっていうのも、案外時間かかるですよ。とか、何かその、計算をしなきゃいけない、今日の日付とかを、計算する場合も、その計算一個一個に時間がかかります。で、オブジェクトキャッシュというのは、そのページ作成の過程で、サーバーがよく参照する情報とか、よく計算する変数のその計算結果をアクセスしやすい、メモリに格納しておくという話です。で、例えばなんですけれども、例えばそのさっきの卵の例で、卵の農家さんが、出荷工場を持っています。で、スーパーの方に送ります。で、スーパーの方に毎日卵を送るので、電話で、スーパーの住所を教えてくださいと言って、スーパーが住所を教えます。で、わかりましたって言って出荷して、で、翌日また電話して住所を教えてくださいって言って、住所をもらってまた出荷してってことは多分やってないんですよ。出荷工場はどうするかというと、一番最初契約の時点で住所を教えてくださいと聞いて、住所を知ったら、それを、極端な話、付箋に書いて、そこら辺にペット貼っとくとか、自分が次の日も簡単にアクセスできるところに、その情報を書き留めるわけです。自分がよく使う情報なので、このスーパーの送り先の住所は身近なところに書いておこうってします。これがオブジェクトキャッシュです。皆さんのウェブサーバーがよく参照するそのデータは、毎回毎回データベースに教えて教えてって言わなくていいように、
身近なところに書いといて、そこを参照できるようにする仕組み。なので、さっきは通信時間の節約だったんですけど、今度は計算時間の節約のためのキャッシュになります。はい。わかったでしょうか？ちょっとテクニカルなんですけど、計算時間の節約のためにサーバーでオブジェクトキャッシュが働く。三沢さんがコメントくださっているので、ちょっと読みますけど、基本的に CDN は静的ファイルが対象です。イメージ、CSS、JavaScript。WP が生成するルートドキュメントは、フルページキャッシュに対応していない限り、CDN で配信されないので、閲覧者とサーバーの距離があればあるほど表示は遅いままで。おー、なるほど、なるほど。まあ、画像データとか、CSS、JavaScript が CDN で保存されて、HTML は、対応してない限り、やっぱりサーバーの方から持ってくると。そうなんですね。ありがとうございます。いいですね。ありがとうございます。はい。石原さんのなるほども、これ、三沢さんへのなるほどですね。多分。はい。で、クラウドフレア、後で出ますので、少しお話ししますけど、とりあえず、キャッシュに戻ります。さて、CDN、オブジェクトキャッシュ。続いて、ページキャッシュ。これも今日、もうすでに何回か出てますね。ウェブページっていうのは、まあ、今話した通り PHP が走って、ワードプレスの場合ですよ。ワードプレスの場合は PHP が走ってデータベースからデータを持ってきて、で、その処理の結果が、で、ホームページが出来上がります。で、様々なデータがこうやって組み合わされてできるウェブページを、もう事前に一つの HTML ファイルとして保存しておく仕組みがページキャッシュです。もう一つのウェブページを作っとく。そして、作ったウェブページをサーバーに保存しといて、要求が来たらそれを送ると。なんで、これもまた、計算時間の節約ですね。いちいちプログラムを回さなくていいように節約する。で、例えば、これ、スーパーの例にしてるんですけれども、スーパーに行くと皆さんフルーツの盛り合わせを売ってたりするの見たことありますか？なんかギフトコーナーとかで。で、皆さんが一個一個バナナとリンゴとブドウとってスーパーを回ってカゴに入れて買うことも全然できるんですけど、それを全部一つのセットにして買う人が多いので、もうそれを一つのフルーツ盛り合わせのバスケットとして置いておくと、皆さんのその、まあ、買い物の時間が節約できるだろう。スーパーはいろいろやっているわけです。時々例えばカレーセットとか言っても、切られたジャガイモと玉ねぎと人参がパックに入っているとか、ありますよね。まあ、こういった感じで、どうせ一緒に使うものたちなので、皆さんの買い物の時間、節約のために一緒にパックしておきましたっていうのが、ページキャッシュみたいなものです。ページキャッシュは、もう皆さんいろんなものを組み合わせたこのホームページ欲しがるだろうから、こっちで一つパックにして、一回一回箱に入れたりしなくていいように、サーバーが用意しておくというイメージが、どうかなと思います。ここら辺ももう私の考えなので、想像なので、分かってもらえたらいいなと思っています。はい。そして、デニーさんありがとうございます。今日4つ目、ブラウザキャッシュ。で、これはもうサーバーとかの話ではなくて、ユーザー側のパソコンが、保存をする、キャッシュをする仕組みです。で、ユーザーのブラウザ、大体のブラウザはもうデフォルトでキャッシュを取ってます。で、これはまあ冷蔵庫の話ですね。皆さんが一番身近な冷蔵庫に食材を入れとくのと同じで、ブラウザがそもそも通信とかをしなくていいように、よく見るデータを保存しておこうっていう話です。例えば、実際の世界はどうかわかんないんですけど、ウェブサイトのロゴマーク、ウェブサイトのロゴってそんなに変わらないんですよね。で、結構、例えば皆さんのブラウザの、ブックマークバーにもロゴを表示したり、ローカルでもいろいろ使うデータなんです。なので、サイトのロゴはブラウザがキャッシュをしていることが多いと思います。で、実際にウェブサイトのロゴが変わっていても、
ブラウザの方では変わってなくて、古いロゴが表示されるということが時々あるんですけど、これそのブラウザキャッシュの仕組みですね。で、こちらは、少し、通信時間の節約がメインになります。厳密にはちょっと計算時間の節約も入っているかもしれないですけど、一番の節約は通信時間の節約。そもそもリクエストを送らなくてもデータをもう持っているという、ためのキャッシュです。なので、先ほども見せたこの通信過程に戻ってくると、それぞれのキャッシュがどこで働いているか、入れてみました。まず、皆さんのパソコンにブラウザキャッシュが入ってます。で、キャッシュにない情報は、じゃあウェブページをリクエストします。で、ウェブサーバーは、その、ウェブページを作成して送り返すはずなんですけれども、その時にまずページキャッシュがあれば、ページがもう出来上がっていれば、それをそのまま送り返します。で、出来上がっていなければ、何かしら計算をするんですけど、その計算過程でオブジェクトキャッシュというのも使います。で、データを返すんですけど、CDN って多分、こっちですかね。こっちかな。もし途中、通信の途中で CDN サーバーを経由していれば、それがデータを持っていれば、そもそもサーバーにアクセスしなくてもいい。こういう感じですかね。ブラウザが請求を出して、CDN サーバーが、私持ってますよっていうデータは、そもそも、ウェブサーバーに行かずに CDN が送り返すって感じですね。こういった感じで、この4つのキャッシュが働いています。はい。じゃあ一旦ここで停止して、皆さん質問とかコメントとか、三沢さんも補足があれば、何でもぜひ教えてください。三沢さん、CDN の位置は一覧とサーバーの間ですね。だから本当は、ここにね、もう一個、サーバーの絵を描いてもいいのかもしれないですよ。こういう、ここら辺に CDN があると思います。ここら辺に。石原さん、ブラウザキャッシュはユーザーの環境に依存するのでしょうか？はい。ほとんど Yes が答えだと思います。多分、そのウェブサイト作成者側として、そのコードの中に、これはブラウザ保存しといてねとか保存しないでねっていうことを一部指定することもできるはずです。が、結局、ある意味それを尊敬するかどうかっていうのは皆さんのブラウザが、それに従うかどうかなので、ユーザーの環境に依存することが多いと思います。例えば、ワードプレスでよくあるのは、何かこう、ページを変更してみたとか、テーマを変更してみて、正しくできたかな、どうかなって見たときに、こっちの携帯で見たら正しく変更されてるのに、こっちの携帯で見たらまだ変更がされてないとか、ワードプレスの場合結構あると思うんですね。で、これは、もうそのブラウザのキャッシュが大きく関わっているので、それぞれのブラウザで、キャッシュをクリアして、もう一回読み込むみたいなことが必要です。例えばそのキャッシュプラグインで、私が読んだ話だと、管理者がログインしている時のブラウザは、キャッシュをこまめにクリアするっていう設定を持っているプラグインもあるようです。なので管理者の自分は何か変更をして、サイトの表面を更新して見てみると、プラグインがその管理者はキャッシュしないってことにしてるから、綺麗に見えてるんだけど、友達のパソコンで見てみたら更新がされてなかったとか、ということはあるので、やっぱりユーザーの環境に依存する部分もあるかなと思います。デニーさん、強制的にブラウザにキャッシュさせないようにすることも可能ですよね。私はその強制読み込みみたいなのは知ってるんですけど、デニーさんが言ってるのは、そもそもキャッシュを保存させないっていうことですか？ Chrome とかの機能にそれがあるってことですかね？デニーさんの返答を待ちますが、石原さん、サファリはなかなか忘れてくれないですよね、と。
三宅さん、キャッシュのため新しい表示がされない場合に、強制リロードしてくださいとお願いするのですが、ブラウザキャッシュをクリアするということでしょうか。おそらくそうです。おそらくそうだと思います。厳密にはこの間の CDN とか、間のサーバーがキャッシュをしているということもあり得るので、多分99%の場合はブラウザのキャッシュクリアのことだと思います。三沢さん、プラグインの話で管理者はページキャッシュ、ブラウザキャッシュを無効化するっていうのはありますね。あ、やっぱりそういうことはあるんですね。はい。で、デニーさん、JavaScript とかで、強制的にブラウザにキャッシュさせないようにする。その JavaScript はキャッシュさせないとか。確かに設定ありますね。ブラウザって、JavaScript もそのホームページを作り上げる一つのプログラムなんですけれども、それは、キャッシュさせないとか。HTML タグでもキャッシュ禁止とかありますね。なるほど、なるほど。まあ、こういった感じで。なので、やっぱりそのサイトを作っている側でできることにもちょっと限界はあります。やっぱりそのユーザー側も、トラブルがあるので、まあ確かにありました。私もカスタマーサポートしていたときに、まずはキャッシュをクリアしてみてと言ってみることもやっぱりよくあったので、はい、そんなこともあります。三沢さん、ほとんど使いませんが、ワードプレイスでブラウザキャッシュを意図的に無効化にするプラグインがある。開いてみましょう。そのユーザー皆さんがブラウザキャッシュしないようにするプラグインってことですね。なるほど、なるほど。こんなのもあります。で、思い出してほしいんですけど、キャッシュは、その表示の読み込みを早くして、ユーザーの体験を向上させるのが目的なので、もちろんこういうプラグインでキャッシュを止めることはできるんですけど、やっぱりそのスピードとかとのトレードオフになるので、まあ、ご自分のサイトで必要かどうかっていうのはやっぱり検討していくべきかなと思います。URL の末尾に無意味なパラメータをつけると、別なページと認識されてキャッシュクリアされると聞いたことがあります。あ、これはそうだと思います。例えば今私もこのページ開いてますけど、ハテナ1でいけるかな？ハテナ1とかつけると、これ別なウェブページとして認識されて、キャッシュがクリアされています。はい。確かに、そういうことあります。多分だからこれをまた、ハテナ11とか、どんどんこの番号を変えると、ブラウザその度に自分は別なページを読み込んでいると認識しますね。デニーさん、昔はよく書いていた。HTML のこれメタタグですね。コンテンツのキャッシュというのが入ってます。三沢さん、キャッシュクリアというより、キャッシュされていないページが返される。ああ、はいはいはい。確かに、その石原さんに対してですね、ここに何か無意味なパラメータをつけると、キャッシュがクリアされているのではなくて、キャッシュされてないページを保存する。だから多分今僕のブラウザには単純な URL と、ハテナ1のバージョンと、ハテナ11のバージョンと、むしろ3つキャッシュがこれで保存されたことになるんですかね。それが、まあだからキャッシュのないバージョンが読み込める。そういうことです。いいですね。いいですね。お、じゃあちょっと時間があれなので先に行こうと思うんですけれども、もし他にコメントがあったらぜひチャットの方に入れてください。さて、キャッシュ設定の注意点、いくつか挙げようと思います。まず、キャッシュはサイトの拡張機能に過ぎないということを覚えていただきたい。つまり、サイト自体の構造がめちゃくちゃで、例えばですよ、読み込みがものすごい時間かかっているから、じゃキャッシュのプラグイン入れれば全部問題が治るかというと、そういうわけではないんですね。やっぱりその拡張機能であって、そのウェブサイト本体の質を高めるものではないです。ので、何か自分のサイトが問題がある場合は、もちろんキャッシュのプラグインを入れたりするのも効果的かもしれないですけれども、そもそも自分のテーマがどうかとか、
今持っているプラグインの組み合わせがどうかとか、その本体の構造、仕組みもぜひ検証してください。はい。2番目、キャッシュに格納できる量には限界があります。で、皆さんもそうですけど、冷蔵庫って限りがあるので、冷蔵庫に入る量っていっぱいになると、多分皆さん古いものから捨てていくんですよね。で、キャッシュも一緒で、その CDN だったり、オブジェクトキャッシュだったり、いろんなキャッシュがありますが、いっぱいになると、古いものから捨てるという仕組みに基本的にはなっています。で、ご自分でキャッシュ設定を始めると、例えばですけど、デベロッパーさんとかは、あれもキャッシュに入れて、これもキャッシュに入れて、これもキャッシュに入れてってやっていって、実際その戻ってキャッシュされたものを使いたいときには、もう古いものがなくなってるから、ただただ時間を食ってしまうってことが、まあ極端な話あり得ます。なので、キャッシュは、効果的に使うように、計画的に使うように、しましょう。何でもかんでもキャッシュに入れればいいというわけでもない。3番、サイトの性能と情報の新鮮さのトレードオフがある。まあ、さっきちょっと話したわけですけれども、キャッシュは読み込みスピードを良くします。が、裏返すと、キャッシュがクリアされない限り、新しい情報は読み込まないので、その情報の新鮮さとのトレードオフがあります。例えば、まあ、極端な話、私の個人ブログは週1ぐらいしか投稿しないので、週1キャッシュがクリアされれば、その投稿のタイミングでキャッシュがクリアされれば十分なわけです。が、例えばその新聞社のサイトとかニュースサイトっていうのは、もう15分に1回、30分に1回新しい記事が出てくるので、1週間もキャッシュを取ってれば、機能しなくなるわけですね。なので、やっぱりそのサイトによって、どれくらい頻繁にキャッシュをクリアすべきかっていうのは変わってきます。一概に皆さんこうすればいいっていうことはないので、まあ、自分のサイトに合わせた最適なキャッシュ設定を見つけていくことが大事になります。4番目、ユーザーごとに異なる動的コンテンツはキャッシュしない。まあ、先ほども性的コンテンツっていうのが出てきたんですけれども、ユーザーごとに変わる情報をキャッシュすると、これ、ひどい問題になりかねないです。よく、例として出るのが、オンラインサイト、e コマースサイトなんですけれども、例えば、最後の、まあ、なんでしょう。例えば、買い物カートの中身を、極端な話、キャッシュした場合、1人目が4個買い物をして、で、それがキャッシュされてたら、次の人がサイトにアクセスしたときに、買い物カゴに1個しか商品入れなかったのに、キャッシュされてた前のお客さんの4個も入って5個に買い物カゴがなっちゃった、みたいなことが起こりかねないわけですね。とか、最後のその購入確認画面、よく皆さんの住所とか、クレジットの下4桁とか出ますけど、あのページをもしキャッシュしちゃって、次のお客さんにも出してしまったら、前の人の個人情報が漏洩する。で、それは例えばそのサーバー側のキャッシュだけじゃなくて、ブラウザキャッシュの時も一緒です。同じ端末をログアウトして別な人がログインした時に、そのブラウザキャッシュで前の人の情報が出てしまったりすると、これは大問題ですね。なので、そういったページは、ブラウザにもキャッシュしないようにっていうのを、やっぱりはっきりと伝えなければいけないわけですね。なので、特にそういう個人情報を扱っているサイトを運営している場合は、キャッシュの設定、気をつけてください。はい、あと2つです。5番。各キャッシュに対して2つ以上の仕組みを導入しない。つまりどういうことかというと、例えば皆さんの、サーバーでページキャッシュを取っているとします。で、CDN でもページキャッシュを取ることにします。で、さらにプラグインでもページキャッシュを取ることにします。みたいな感じで、で、それぞれのキャッシュの、まあ、クリア時間を1日とした場合、極端な話、例えばプラグインが生成したページキャッシュを、今度はサーバーがページキャッシュして、それが CDN がページキャッシュして、1日でクリアするはずだったのが3日間保存されちゃう、みたいなことも、あり得るわけなんです。なので、例えばページキャッシュを利用するのであれば、
ページキャッシュを担当しているものはただ一つ。オブジェクトキャッシュを担当しているのもただ一つ。というふうに、各キャッシュに対して2つ以上の仕組みを導入しないことが、まあ、基本になります。なので、まず一つ、サーバー会社が提供しているそのキャッシュの仕組みを把握することが大事です。ご自分が使っているレンタルサーバーが、そもそもどういうキャッシュサービスを出しているかを、まず確認しましょう。で、もしサーバーが提供していれば、ある意味その部分はプラグインでカバーしなくてもいいわけですね。そのサーバーのサービスに頼ったりするのがいいと思いますし、あともう一つ、たまにこれカスタマーサポートの時見たんですけど、サイトが遅いからキャッシュプラグインを3つ入れたのに全然速くならないみたいなお客さんもいたんですね。で、それぞれのプラグインが勝ち合ったりするので、キャッシュのプラグインも基本的に1つ。で、1つで自分のやりたいことを全部賄えるようにするというのが、キャッシュ設定の、まあ、注意点になると思います。で、最後、6番。キャッシュ設定時には複数端末で確認をする。まあ、実際新しくキャッシュのプラグインを入れてみたとか、したときには、さっきも話したその管理画面、管理者の画面だとキャッシュが保存されなくて、他の人だとキャッシュが保存されているみたいなことがあるので、いろんなブラウザ、いろんな端末で確認をするのが重要になってくるかなと、思います。はい。ちょっとチャットの方にいくつか流れてました。デニーさん、JavaScript や CSS の古いキャッシュが使われないようにするには、無意味な文字列使いますね。クライアントに強制リロードしてもらわなくてもよくなります。はい。先ほどの延長ですね。伊沢さん、大抵の WordPress プラグインはプライベートキャッシュ機能があって、個別ユーザーごとにキャッシュが保存されます。ただ EC に関しては、パートなどはキャッシュしない方が無難です。なるほど。だから、一応個別ユーザーごとにキャッシュしているはず。だけど、キャッシュしない方が、まあ一応無難と。特にその、個人情報漏洩になった場合の対応もめんどくさいですし、被害も大きいので、気をつけましょう。そして、最近国内のレンタルサーバーは、キャッシュ機能を提供していますが、除外設定もないですし、キャッシュプラグインとかできることが、月とすっぽんですっていうのは、全く一緒だって表現ですかね。あと、ブラックボックスすぎてユーザー側でコントロールできない。まあ、聞いてもいいですしね、そのレンタルサーバーのサポートに。けどこれ、サポート会社によって、ね、サポートスタッフがどれだけ答える機会があるか、ちょっと変わってきそうな気もしますけれども。はい。まあ、なんで、まあ、日本の場合はレンタルサーバーに任せてもいいのかなっていう、そういう感じですかね。はい。ちょっと時間見てるの先に行けますけれども、この次にキャッシュ用プラグインをいくつか紹介します。で、その時にキャッシュプラグインなんだけど、実はキャッシュと違う機能を提供しているプラグインも結構あるんです。一緒に。なので、ちょっとその他のサイトパフォーマンスに関わる概念を簡単にいくつか紹介します。まず、縮小化という、これ技術があるんですけれども、さっきはその通信の速度を短くするとか、計算の時間を短くするっていう話をしたんですけれども、そもそも通信をするそのデータの量を減らすっていう、ことができます。これ縮小化です。そもそもその送ったりしなきゃいけないデータを減らす縮小化が、ここでは3つやり方を書いてます。まず1つはコードの圧縮。例えばご自分でテーマを書いたり、テーマファイルを書いたりするときに、コメントを結構使うことがあると思います。で、これは正しいことです。自分でプログラムコードを書くときに、他の人も読んでわかる、その可読性のために、この部分は何をやっている部分です。この部分は何をやってますっていう、コメントを入れたりすることが基本です。が、ウェブサイトを閲覧するユーザーにとって、このコメントは不要な情報なので、わざわざそれを送信しているとその送信量が増えてしまいます。なのでコードの圧縮という技術はそういったユーザーが不要なコードを省いたり、そもそもユーザーはプログラムコードを見ないので改行とか空白とかもいらないんですよ。もうコンパクトにギュッと
コードを短くするというのがコードの圧縮技術。続いてファイルの結合なんですけれども、ウェブページを構成するファイルが例えば10個も10、20個も30個もある場合、画像が多いとそうなんですけれども、一個一個こうファイルを送らなきゃいけないわけなんですね。で、このファイルの結合っていうのは、わざといくつかのファイルをもう一つのファイルにしちゃって、一口で送れるという仕組みです。これはそのブラウザがあれもちょうだい、これもちょうだいっていうそのリクエストの回数を減らす、技術になります。三つ目、リソースの圧縮。で、これは、画像の圧縮とか動画の圧縮。もうそもそもそのプログラム、画像ファイルを書き換えちゃうんです。よく皆さんもその JPEG とか PNG とかいろんなその画像形式でサイズが変わるっていう話は多分どこかで聞いたことあると思うんですけど、事前にだから全ての画像を一番圧縮されたファイル形式に変換しておくというこういうこともできます。で、もう一つ、遅延読み込みっていうのがあります。これ英語だとレイジーローディングとか言うんですけれども、ウェブページが、スクロールして下の方は出てくるんですけど、一番最初の読み込みは、そのスクロール以下の部分はそもそも読み込まない。まずは、とりあえず画面に表示される部分だけは、すぐに読み込んで表示をさせて、で、お客さんがスクロールを始めた時点で、このスクロールバー以下の部分を読み込むという技術です。これは、もうワードベースのテーマだったり、プラグインでいろいろ入れられます。ちょっと、サイトの構造によっては問題を引き起こす場合もあるので、全部のサイトが使った方がいいというわけではないんですけど、まあ、一応こういう技術もあります。はい。三沢さん、ファイル結合は HTTP 以降は必須事項で、多くのキャッシュプラグインでも機能は従来のまま提供していますが、基本的に使わないでというスタンスが増えています。そうなんですね。ありがとうございます。これですね、ファイルの結合ですね。例えばあれですか？ CSS ファイルを5つも送るんじゃなくて、それは1個にまとめとくとか、それ程度だったらいいですかね。なんか、まあ、すみません。私、ここ細かいことはちょっとわからないので、ただ、最近は必須事項ということなので、皆さん、ここは、必須事項と書いておきましょう。はい。さて、キャッシュ用プラグイン。時間がちょっとこれ伸びそうです。もし、11時までという方がいらっしゃれば、ログアウトされても大丈夫ですけれども、最後、ここを簡単に見ていきたいと思います。で、何度か言ってますが、プラグインの前に、まずプラグインを入れると、サイト早くなるよっていうブログとか結構出てますけれども、プラグインを入れる前に、まず、レンタルサーバーが提供しているキャッシュ機能を確認してください。で、サーバー会社によっては、そのキャッシュの機能が一部有料だったり、無料だったりすることもあります。この機能をつけるためには、まあ、月額いくら増えるけれども、もしかするとそれで、できるかもしれない。ので、まずはレンタルサーバーが提供しているキャッシュ機能を確認しましょう。で、特にレンタルサーバーが CDN も提供しているなんてこともあり得ますので、そしたら CDN の契約もいらなくなるので、見ましょう。で、結構日本のレンタルサーバー、このキャッシュっていう単語を使わずに、アクセラレーターっていう名前でキャッシュ機能を提供している場合もあります。まあそのキャッシュ以外にもサイトを速くする機能をたくさん盛り込んでいるので、まとめてアクセラレーターって多分読んでると思うんですけれども。なので、ご自分のサイト、レンタルサーバー、もしキャッシュでドキュメントが出てこなければ、アクセラレーターで検索をするといいと思います。で、先ほどもう一個、クラウドフレアという単語が出て、これはやっぱり紹介しないといけないと思うんですけれども、世界の、まあ、最大手の CDN サービスですね。そして、この青い点が、おそらくその、クラウドフレアさんが持っている全世界の CDN サーバーたちだと思います。で、CDN の他にも、
セキュリティの機能も提供してますし、なんだろう、サイトの、まあ、ここ保護と配信って書いてますけど、セキュリティと、より良いパフォーマンスを、総合的に提供している外部サービスになります。で、こちらはワードプレス限定ではないですので、ワードプレスじゃないサイトでも使えるサービスになっていますが、無料プランもあって、個人ブログ程度のサイトだと無料プランで十分いろんな機能が使えるものになっています。で、クラウドフレアさんは世界の、たくさんのサイトを持っているので、例えばそのボット判定とか、DDoS 攻撃とかも、判定しやすいんです。私のサイトと全く関係ないあっちのサイトが攻撃されてたときに、その攻撃元の IP アドレスが私のサイトにも攻撃を吹っかけたときに、向こうで悪さしてるからこっちも行かせないってクラウドフレアさんが止めてくれるんですって。なので、そもそも私のレンタルサーバー会社は知らないこともクラウドフレアは知っていて、世界を守っているという、まあそういうサービスです。うん、ちょっとこう、独り占め感もちょっとあるんですけれども、なので、まあこれを使うかどうか皆さんに任せますけど、とりあえずこういうサービスもあります。で、キャッシュ設定用プラグイン。いよいよやってきました。キャッシュ設定用プラグイン。これも皆さんのスライドに入ってますし、いろいろリンクをつけてますので、ぜひこれ見ていただきたいと思います。で、今日もね、その日本のレンタルサーバーはレンタルサーバー側でキャッシュを提供しているっていう話も結構あったので、ちょっとどれがいいかはご自分で見るのがいいと思います。で、日本語翻訳ありで見ると、このスーパーキャッシュっていうのは、オンオフくらいの設定しかなくて、まあ、ある意味一番単純なので使いやすいです。トータルキャッシュ、WC トータルキャッシュというのは、ものすごい設定が多いです。ので、私も使わないですし、本当にキャッシュに詳しい人が微調整して細かい設定をしたいっていう時に、使えるプラグイン。で、まあ、その中間ぐらいが、このファーステストキャッシュっていうもので、ファーステストキャッシュは、日本語のブログとか、Google で検索をしても結構、使い方を説明している方が出てくるので、まあ、このあたりかなと思います。あとは、オートオプティマイズとか、WP オプティマイズという、ここら辺も、まあ、西洋圏では結構人気で使われています。このキャッシュエネイブラーも、割とこう、ワンクリックで見れた、オンオフするみたいなプラグインなので、まあ、単純に設定したい方は英語だけになりますけど、こういうのがあるかなと思います。で、簡単にこの3つだけ今日見ましょう。スーパーキャッシュ、ファーステストキャッシュ、トータルキャッシュ。一応これ、テストサイトです。ローカルのテストサイトに事前にキャッシュのプラグインいろいろ入れたんですけど、基本キャッシュプラグインは1個しか使わないというルールなので、有効化はしていません。まずは、スーパーキャッシュですけれども、入稿化をすると、まあ、キャッシュプラグインでよくあるのは、ここにキャッシュを削除するボタンがつきます。なので、自分でいろいろサイトを更新していて、その表面で何かうまくいってないなっていうときには、このキャッシュを削除っていうのを押すと、スーパーキャッシュの場合は、これでもう削除されたはずです。で、ツールの中に出てくるのかな。設定か、あと設定ですね。設定に WP スーパーキャッシュっていうのがあって、これです。キャッシングを利用するか停止するか。で、これでキャッシュ設定のおしまいっていう感じですね。一応その高度な設定とか CDN とかいろいろこっちにもあるんですけれども、基本的にスーパーキャッシュはこのオンオフでうまくいきます。はい。スーパーキャッシュを消して、今度このトータルキャッシュいきます。トータルキャッシュを有効化すると、ここにパフォーマンスっていうのが出ました。で、もう見てわかる通り、こんなにメニューが追加されているんです。こんなにあります。で、まあ、さっきと似てて上の方にこうキャッシュをクリアする
ボタンはあるんですけれども、これも設定がいろいろありますね。どういうキャッシュをクリアするかみたいなことが書いてます。トータルキャッシュ。ね、このようこそ画面はすごくこうシンプルで分かりやすそうなんですけど、キップしてみると、はい、いろいろこうつなげてみましょうとか、一般設定、これです。一般設定を押すと、まずここにこんなにタブがあって、それぞれのタブに対してこんなに設定があってという感じです。もうマニアックな方はぜひ使ってみてください。けど、私のおすすめは、これも無効化して、ファーストテストキャッシュ。これですかね。ファーストテストキャッシュを押すと、なんかちょっと怖い猫の絵がついてますけど、またここにキャッシュ削除というのが出てきます。で、ここは2個だけですね。すべてのキャッシュを消去するか、縮小したファイルを消去するか。猫ちゃんの設定を開くと、ちょっと設定多いんですけど、まあ、多分このページで大体の設定はできると思います。このページで20個ぐらいあるので、かなり日本語化もされてますし、これを設定すれば OK。で、もう少し細かいの見たいなと思ったら、まあ、画像の最適化とか、ちょっとプレミアム機能になるんですけれども、まあ、この無料のこれでも結構いってるかなというのが私の感触です。はい。なので、スーパーキャッシュは単純。トータルキャッシュは多機能、ファーストキャッシュは人気があるという感じになっています。はい、ここで一旦皆さん質問とかないでしょうか？ちょっと三沢さんの方もたくさん情報をくださっているので、これをなんとか後でどうしようかな。なんかスライドに盛り込んじゃっていいですか？いろいろ。録画公開するときにスライドも公開するので、ちょっと三沢さん名前は出さないんですけど、情報は後でもし含めてよろしければ入れちゃいたいなと思います。三沢さん、デニーさんがですね、その HTTP2 で、ファイル結合が非推奨になったのは、並列でダウンロードできるから結合しない方がいいということですかと。並列でダウンロードっていうのは、私の理解が正しければ、複数のファイルを同時にダウンロードできるから、わざわざ結合しなくてもいいという、そういう意味だと思います。基本的な解釈としてはおっしゃる通り。あと、ファイル結合はエラー率が高いので、コード内容を理解できる人が使うなら別ですが、大して大幅な改善にはなりませんし。なるほど。あと、例えば日本なんかの場合は光通信でそもそも通信速度が速くなったので、もしかするとね、効率がそもそも変わらないっていう、そういうこともあるのかもしれないですね。三宅さん、アクセラレーターのオンオフが私の使っているサーバーではできます。どういうことか分かっていなかったので、よく分かりました。ありがとうございます。ああ、よかったです。フィードバックありがとうございます。アクセラレーター、はい、こういう機能です。ので、理解してもらえてよかったです。さて、三沢さん、クラウドフレアはロリーポップ、コノハ、ウィング併用すると SSL 発行ができなくなるので、サクラ X サーバー、あとは C パネル系サーバーだと併用しやすいです。なるほど、なるほど。1、2年前の状況なので、念のため GMOK はサーバーに取らせてください。そうですね。クラウドフレアとうまくいかないサーバーもあり得るので、もし使う場合は一度、レンタルサーバーに確認するといいでしょう。そして、キャッシュプラグインを紹介する無料記事で正しい情報ははっきり言ってゼロです。なんと というのも、サイトごとにやるべきは違うので、とにかく自分のサイトを知って使いたいプラグインをとことん調べるしかないです。紹介できるのはあくまで代表的な設定例。ということです。まあ、それはそうだと思います。ね。もし今日のワークショップが皆さんの助けになったらいいなと期待してますので、まあ、これを見て、じゃあプラグインちょっと一個一個読んでみようっていうのがいいかもしれないですね。トータルキャッシュは多分無料ではライトスピードについて機能豊富なので、かなり慣れないと大変なやつです。はい。慣れないと大変なやつです。ありがとうございます。いや、もう今日三沢さんがいて本当に助かりました。いろいろ。時間ちょっとオーバーしてますけど、皆さん最後に何かこれだけ聞きたかったとか、コメントとかなかったでしょうか？
三沢さんも何か新しいこと得られました？この時間。私たちはいてくださってすごい助かったんですけど、ぜひ次回のワークショップも来てください。はい。次回のワークショップなんですけど、いつもこの辺りで紹介しているんですけど、すいません、まだ日程が決まってませんが、8月に、メガネさんがやってくれるみたいなことを言ってるので、情報が分かり次第、またmeetup.com で、流しますし、まあ、私のツイッターとか、ブログでも紹介しますので、情報を見つけた人からもどんどん拡散して、ぜひ、多くの人を誘っていただければと思います。今日は、長い時間皆さん集まっていただきありがとうございました。最後のコメント、デニーさん、勉強になりました。関根さん、一通り理解が進みました。かおりんさん、苦手なキャッシュのこと分かりやすい例えのおかげでよく分かりました。ありがとうございます。はい。というわけで、ここで今日のワークショップをおしまいにしたいと思います。皆さん、ありがとうございました。